どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーンということで、先日ねこちらのキャンペーン開始になりましたので、本日の動画ではですねこちらの解説ねやっていきたいなと思います。ということで、2022年ね初めてのヒルトンホテルポイント購入 100% ボーナスキャンペーンということで、ヒルトンホテルポイント自体はですねマイルにね交換することもできることはできるんですけども、交換率がね非常に良くないので、ヒルトンホテルポイントっていうのは基本的にですねヒルトンホテルの滞在にね利用していただくのがね一番おすすめかなというふうに思います。またですね、ヒルトンホテルポイント自体ですねお得に利用できるっていうのはですね結構難しくてですね、日本国内だと6京都であったりコンラッド大阪もね、まあ時期にもよったりするんですけども、結構おすすめなんですけども、まあこちらもね時期によってはね良くなかったりもします。またね海外のホテルで利用する場合もね結構いいかなっていうふうに思います。その他だとですね、繁忙期ですね、こちらが一番おすすめっていう風になっておりまして、日本国内でもですね大晦日とかね年末年始、またですね夏休みであったりゴールデンウィークとかね、まあこういったですね特定の時期によってはですねかなりねお得になるかなっていう風に思います。またですね、ヒルトンホテルポイントっていうのはですねポイント宿泊で5連泊ねしていただくと5泊目がね無料になるっていうね、まあポイントがかからないね、まあお得な制度があるんですけども、こちらを利用していただくのもね結構いいのかなと思います。それ以外だとですね、ヒルトンホテルポイントを購入してお得に利用するっていうのはねなかなか難しいかなっていうふうに思いますので、今回ね 100% ボーナスポイントキャンペーンということで非常にね聞こえはいいんですけども、こちらねよく検討してからですね利用ねしていただければなと思います。またね今回の動画ではですね1ポイントの購入価格であったり、またねシミュレーションとして2022年のねゴールデンウィークで現金価格とポイント価格、まあそれでね1ポイントはねどのぐらいで利用できるのかっていうのをですね、まあ簡単なシミュレーションにはなりますけども、皆さんにねお見せして解説していきたいなと思いますので、ぜひね最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、キャンペーンの詳細ね見ていきたいなと思うんですけども、今回のねヒルトンポイント購入 100% ボーナスキャンペーンなんですけども、期間はですね2022年の1月の11日14時1分からですね2022年2月10日の13時59分までっていう風になります。でこちらね公式サイトね概要欄に載せておくんですけども、こちら公式サイトのね時間がちょっとね違ってると思うんですけども、こちらのね時間はですね私の方で日本時間にね変更しておりますので、この点はねご了承ください。またですね、購入していただくのは2月の10日の13時59分までね一応 OK にはなっているわけなんですけども、ギリギリで購入するっていうのはねお勧めできませんので、まあ2月9日ぐらいにね購入していただくのがいいかなと思います。で条件なんですけども、今回ね 100% ボーナスキャンペーンということで1万5000ポイント以上ね購入していただくと 100% のねボーナスがつくっていった形になるわけなんですけども、1万5000ポイント未満ね購入していただいてもですね 100% ボーナスねつきませんので、この点はね注意しておいてください。でですね、最大購入ポイントっていう上限がね決まっておりまして、最大ね8万ポイントまで今回のキャンペーンで購入することができます。でこの購入したねポイントに関してはポイント購入後48時間以内にですねポイント付与がねされるっていった形になります。で注意事項なんですけども、ヒルトンホテルのポイントっていうのはですね外貨決済っていう風になりますので、クレジットカードでね購入していただくわけなんですけども、基本的にですね外貨決済手数料っていうのがクレジットカード決済するときにねかかってくるっていう風になりますんで、だいたいね合計金額の 1% から 2% ぐらいですね上乗せされてクレジットカードのね請求が乗ってくるっていった形になりますんで、この点はね覚えておいてください。それでは次にですね、今回のね 100% ボーナスポイントキャンペーンなんですけども、それではまずですねこちらの表の1万5000ポイント真ん中の方ね見ていただきたいなと思うんですけども、1万5000ポイントね購入していただくと150ドルでボーナスが 100% で、1万5000ポイントね購入してますんで 100% のボーナスがついて、合計3万ポイントがね購入することができて、 2% のね外貨決済手数料をね込みで計算させていただくと、先ほどねドル円のねレートを調べると1ドル 115.3.8 円ね
ていうふうになりましたので、こちらで計算すると17,653円といった形になります。で、1ポイントのね単価としては1ポイントね 0.58 円でね購入することができたっていった形になります。で、今回ね15,000ポイント以上ね購入していただければ、どのポイント数ね購入していただいても 100% のねボーナスがつきますので、15,000ポイント買っても8万ポイントね最大数で買ってもですね、1ポイントの単価っていうのは 0.58 円からね変わらないっていった形になりますんで、この点もね覚えておいてください。まあ、あくまでね私がこちら1ドル円をね計算して今日のレートでね計算しましたので、まあ今ね1月の12日でこのキャンペーンがですね2月の10日までねやっているっていう風になりますんで、ちょっとね1ヶ月後ドル円のレートがねどうなっているのか、これよりね円高になるのか円安になるのかによってある程度ね価格変動いたしますので、まあ一応ね参考程度にね見といていただければなと思います。で、今回ですね1ポイントのね購入単価が15,000ポイント以上ね購入していただければ、1ポイントね 0.58 円でまあ購入することができたっていう風になりますんで、今後ねヒルトンホテルポイントをねポイント宿泊した場合、現金換算とね比較していただいて、1ポイントね 0.58 円以上でね利用することができればですね、まあ今回のポイント購入がねお得になるっていった形になるんですよね。ですので、現時点でですね、ヒルトンホテルのね、宿泊、まあ滞在がね、決まっている方で、まあ現金でね、購入して、現金決済でね、利用した方がいいのか、ポイント購入してね、宿泊した方がお得なのかね、比較していただいて、利用ね、していただければなと思います。それでは次にですね、2022年のゴールデンウィークですね、こちらでね、宿泊ね、検索させていただいて、まあ必要ポイントと現金価格ね、ちょっと比較した表がね、こんな感じになってるんですよね。ちょっと上からね、ババッとね、見ていただきたいなというふうに思うわけなんですけども、まあ全体的にですね、ゴールデンウィークということで、こちら5月の3日からのね、1泊でね、検索させていただいてるんですけども、やはりゴールデンウィークということで、1ポイントのね、価格としては、大体ね、今回100% のボーナスで1ポイント 0.58 円でね獲得できているわけなんですけども、まあほとんどのホテルでですね1ポイント 0.58 円ね、まあ半分以上ではね利用することができているかなっていうふうに思いますので、まあこれね今検索したまあ今年のゴールデンウィークのね宿泊価格っていうふうになりますんで、まあこれねどんどん日付が近づけばね価格ね上がっていくと思いますので、まあ大体ね1ポイント 0.58 円以上ではね利用することができるかなっていうふうに思いますので、ゴールデンウィークとかでね利用される方はですねかなりいいのではないのかなというふうに思います。その中でもですねやはりねヒルトン小田原であったりですね六京都、あとね、沖縄の北谷リゾートであったり瀬底リゾートですね、ここら辺はね1ポイントね1円超えておりますので、かなりねおすすめっていた形になります。やはりねゴールデンウィークということで、まあ普通のね旅行会社とかでね利用しようとした場合であってもですね、ホテルねかなり高騰していきますので、まあここら辺ね狙っていくっていうのはねかなりいいのではないのかなと思います。まあ冒頭にもね言いましたけども、まあゴールデンウィークもそうですけども、まあ年末年始であったりですね、あと夏休みとかもね結構値段上がったりしますので、ここら辺の価格とねポイント宿泊ね比較していただいて、まあどちらがねお得に利用することができるのかっていうのをね見極めていただいてですね利用ねしていただければなと思います。ということで今回ですねヒルトンホテルポイント購入 100% 増量キャンペーンですね解説させていただきましたけども、まあなかなかねヒルトンホテルポイントねうまく利用するっていうのはね結構難しいので、本当にね現金価格とよく比較していただいてですね、どっちがお得なのかね見極めて利用ねしていただければなと思います。まあ個人的にはですね六京都ね行かれたことない方であればですね、ぜひね行かれてみていただければなと思います。非常にねいいホテルっていう風になりますし、またね日本にねLXR っていうねホテルブランドで、一応コンラというね1個上のブランドなんですよね。ですのでかなりね満足度ね個人的には高かったので、ぜひね体験してみていただければなと思います。またねヒルトンホテルのね動画も私の動画のチャンネルでね結構出させていただいておりますので、ちょっとねここら辺に貼っておきますので、もしね見てない方いらっしゃいましたらですね、ぜひねチェックしてみていただければなと思います。またね今ねヒルトンホテルってずっとね
宿泊するとね、1滞在にあたり2500ポイントがね、もらえるキャンペーンね、ずっとね、エンドレスでやられておりまして、今現在もね、やられておりますので、それもね、概要欄に載せておきますので、エントリーされてない方はですね、こちらね、ポイント宿泊でも、この2500ポイントね、1滞在でもらえるっていう風になりますんで、そちらもね、ぜひエントリーね、忘れずにしといていただければなと思います。またね、今回のねポイント購入キャンペーンなんですけども、こちらね毎回言わせていただいているので、詳しくはね解説させていただきませんけども、ヒルトンホテルねポイント購入される場合はですね、アメリカのねポイントサイトトップキャッシュバックっていうのをね経由して購入していただくと 2.5% 還元ね、還元取れるっていう風になりますんで、ポイント購入する際ね結構お金かかりますので、まあ 2.5% っていうことで、まあそこまでね、多い還元ではないんですけども、まあそちらね、忘れずに取っていただいて、キャッシュバックされたね、金額に関しては、PayPal でね、銀行振込とかもできますので、ぜひね、チリツモでそちらもね、貯めといていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、Twitter もやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。